ケーリングジャパン CSJ は10月4日同社が運営するカーシェアリングサービスタレコカーシェアリングクラブにおいて運転支援システムアイサイトを搭載するスバル、フォレスター及び XV を導入すると発表した。アイサイト搭載車両の導入はカーシェア業界初。北海道を除く国内のレンタカー業界でも初となる。フォレスターはリパーク葛西駅前ステーション、東京都江戸川区とリパーク本所2丁目第2ステーション、同墨田区 XV が中目黒3丁目第1ステーション、同目黒区とリパーク錦糸町駅前ステーション、同墨田区に配車される予定。なおタレコカーシェアリングクラブでは今回の導入を記念したアイサイト特別体験試乗会を会員限定で12月に3日